夕方を過ぎたというのにスペインの太陽は輝き続けていた。これ乗ろうぜ。1時間に1本なんだってある。じゃあ早速街歩いてみましょう。ちなみにこっちだね、方角的には。この街はマドリードから電車で1時間。16世紀の街並みが続く騎士の街だった。あるよ、俺200ユーロぐらい、うん、路地を進むとそこには張り出したバルコニーと、そして入り組んだ街角が僕を待ち構えていた。キリスト教とイスラム教、そしてユダヤ教が混在した中世の街並みにただただ息を呑むばかりだった。オープンテラスが出てきたってことは、この辺りが目抜き通りになるんだな。確かに人の声が賑やかになってきたぞ。ハリーポッターの世界だな。すごいな、この狭い路地の歴史通りにお店がひしめき立ってると、確かにあの映画ハリーポッターのグリンゴッツ横丁になんか似てるような気がする。真ん中の方ですね。ラッわ、すごいな、この町。丘の上に立ってるから自然にできた斜面がなんだか独特な雰囲気を醸し出してる。あれ、あの目の前にそびえ立つ背の高い塔は何だろう。この道をまっすぐ行くとつながってるような感じがするな。どうしようかな。濃いね。あ、なんだあれ。なんかあれみたい。トレド大聖堂だな、多分あれ。地図を見ても全然わからない。そう、あの Google ですらこの街の路地一本一本までは網羅してないみたいなんだよね。地球上にまだマッピングされてない街があるなんて信じられないな。この入り組んだところ一つ一つにまではストリートビューが入れなかったってことなんだろうな。なんだかワクワクしてきたぜ。それにしても上を見ると本当に絵になるな。このバルコニーがなんて素敵なんだろう。コカ・コーラの看板も茶色になって、そう、世界遺産仕様だよな。西郷都王朝から続いて古ウマイヤ朝、いろんな歴史がこの町に入り込んで共存していたみたいだけど、見事に調和してるよね。ここも多分ホテルなんだろうな。5つ星かなんかの。あってこっちもあんじゃん、いろいろと。うわ、すごいな。出窓がやっぱりいいね。何がある？ロード・オブ・ザ・リングじゃん。こうロード・オブ・ザ・リングの舞台になりそうだ。見て、ホビットバルログに、緑のラダガスト、
キーリああそうだそうだホビットの店じゃんあこれ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 つけてこようかなと思ったねあ指輪偽物の指輪あるあるよしそんなことどうやっていいやまあ要はロード・オブ・ザ・リングに出てきそうなぐらいなんかそういう感じなんでしょ出てきそうだよねロケ地でしょこれロード・オブ・ザ・リングすいませんハリー・ポッターとか言ってごめんなさいロード・オブ・ザ・リングとかあのホビットとかねそういう冒険の街ですよみんな出窓があるんだねん全部すごいもんほら一個一個がペルージャに似てるん冒険心に火がついていたこの中世の街並みを歩いていると本当にタイムスリップしてその街を生きているかのようだった街の外れにはいくつもの歴史のある建物が僕を迎え入れてくれるような気がしたそうだ背中こう開いちゃっていいもんなダメだよね、行きたいところへ迷いたいところへ好きなところへ自由自在に歩いていたそしてその街角の一つ一つに歴史が色濃く残っていて僕に話しかけてくるような気がしてならなかったやっぱりさ、この旧市街を昔ながらさ電気通したりするの至難の技だよ火事とかなんかかっこいいじゃんそうなんじゃないもうね、坂の道っていうかもう迷路だよね、はっきり言うとこれマジで迷路あ、出た出た出たあ、これソドール広場にやっと出たよここが旅のスタート地点だって言われてるところだアイス食べよう下すとんねえじゃねえかよいけねえいけねえまたストリートパフォーマーによる目がいっちまうかんなあねえなあるでしょちょっと行けば広場に着きましたじゃあ違うねさっきのあれなんか違うあこそこだよマクドナルドあったのそこだよってなんで見てよあのアラブのさあの形そりゃ彼もさああなるでしょうどうだってなってちょっとその姿をもう一度俺にやっぱりそうだ融合してるんだキリスト教徒のイスラム教徒のってことはさ俺思ったぜ戦争とかがなくなる根本がこの町にあるかもしれないもしかすると今さイスラム勢力とさキリスト勢力つまりアメリカとイランとのさ戦争とかあるけどもそのなぜ争っててなぜ争いが終わらないのかっていう何かの根本がつかめるかもしれないそんな旅になりそうだなお前は何を言ってるんだって話だよねおならしながら何言ってるんだ説得力がないって話その通り行けば目抜き通りだからなんかあんじゃないかなあパエリアじゃんやっと出会えたよパエリアにここで食べる？うんここで食べてもいいよ
いやパエリアやっと見つけましたよ。うちの母親がいつも作ってくれて、美味しい美味しいって食べるのはいいけど、スペインで本場のパエリア食ってないんだから、美味しいかどうかまあ美味しいんですけど、その辺の区別がつかなかったみたいなね。まんまの味が一番だっていうふうに言われてますけど、演奏するかな。ザラ見よう。本物のザラだよ。本当にこんなの日本ではザラにあったのに、今全然めっきり見なかったっていう。ごめんなさいね、一旦。そうだね、ザラが発祥だから、まあしょうがない。カメラを止めるなということで、もうノンストップで行きたいと思います。あ、ジェラート食ってる。スターバックスさんのあるね。ハイードのララガスト、あったよ。ココナッツあるかな。あったココナッツある。私の大好きなココナッツ。ほらほらほら、ちょっと食べますね、アイス。あの世界だなとかって言って、なんかヘラクレスの洞窟を目指そうって言ったんだよ。なんだけど、そのヘラクレスの洞窟が一向に分からず、またぐるっと回ってきた。あ、そうだね、適当に歩いてぐるっとしちゃって、ここね、ドン・キホーテの作者であるセルバンテスの銅像があるらしいんだよ。ドン・キホーテ知らないの？え、ドン・キホーテ知らない？映画っていうか、その童話だな。物語が童話っていうか。ドン・キホーテで知らないんだ。そのさ、サンチョ・パンサっていうお供と、まあ、要は昔のロード・オブ・ザ・リングみたいな感じなんだよ、2人の主人公の。それが旅をしてなんか活躍するっていう話なんだけど、知らないんだ。俺もよくは知らないけど、よく話に出てくる。学校の課題図書とか出てくる。ほら見て、ドン・キホーテのあれ見て、あの2人がほらいるじゃん、あの物語なんで。あ、ごめん、大丈夫。ここをね、右曲がっちゃったんだっけ？ってことは同じ道は通らず、まっすぐ行ってみよう。で、大聖堂は閉まってるにしろ、あそこを中心に何か始まるはずだ。街歩きの開始というわけですな。でもさ、不思議だよな、大聖堂って普通さ、丘の上に立つのにさ、丘の下に立ってやがるんだよね。え、上じゃなかった？うん、わかんない、なんか2つぐらいあるよね。でもほら、下ってんじゃん、完全に今、うん、なんだろう。この通り、ハエさんが多いので見ましょう。ちょっとこの大聖堂の壁に阻まれて、今何も面白いところがないので、ね、私の面白い顔をご覧ください。うわ、噴水だ。聖堂に囲まれた噴水。あ、向こうに続いてる予感がするぞ。
なぜならばこのターバンがあるってことはそれなりに人通りが多いってことだ。ああごめんなさい。まあもう美味しいくらい。そうです、ちょっとあれぐらいなら俺もできるという意地を張ってね、今通り過ぎてやりまして、こうパッションを感じないっていう、バイオリンサークルに勤めたことあったんですけども、なんか気取ってんですよ基本みんな。その自分バイオリンの音色も楽しんでるんですけど、弾いてる自分も楽しんでるっていうのが腹立ってちょっとやめてやりましたけどね。あ、まぶしい。バイオリンをね、ちょっと弾きたい。あ、まぶしい。わ、そんなこんなくだらねえ話してるうちにすごい色がついちゃったよ。やっぱさ、狭い街だ。うわー、なんだこれ。これが大聖堂の入り口だったんだ。夕日を受けて大聖堂はオレンジ色に染まっていた。そのとろけるような色が青空と相まみって不思議な感覚を生み出していた。こんな感情は日本ではとても味わえないなと思った。なぜならばもう20時なのに空がいつまでも青く、そしてオレンジの色が街全体をゆっくりと彩っているからだ。石造りのなんとも巨大な門の前に腰を下ろし、大聖堂の聖人たちの声に耳を傾けることにした。きっと彼らは目の前の女の子の下着の色は何色なのかなとか、あのお姉さんはもしかしたらいけるんじゃないかとか、そういうことを考えているんじゃないかと僕なりに解釈を進めていた。たどり着きました。こちらのですね、リカちゃんの方なんですが、とんでもない偉業を達成したんですよ。なぜかといったら、大聖堂の世界4大大聖堂すべて入ってしまったというね、奇跡の出来事がね起こったんですよ。歴史も何も分かってないんですけど、バチカン市国、バチカン市国にある、サンピエトロ寺院、それから、イギリスにある、ウェストミンスター寺院、それから、どこ行ったっけ次にでかいやつって、セビリアの大聖堂に行きました。これも3つトップ3なんですよ。さらにその次にでっかいのがこちらのトレド大聖堂なんですね。ということで、世界のうちキリスト教の、総本山とされる、その、まあ、黒玉の親玉ですよ、それを全て制覇してしまったというね、偉業を成し遂げたというね、俺でも成し遂げたことがないと言われる、そんなすごいことなんですよ。でね、俺がなんでできないかっていうと、イギリスに行かねえからなんですよ。大英帝国ね、まだ行ったことはないですけど、明日登ってやるぞこいつに。登ってやるぞって登山みたいに言っちゃってね、なんかちっちゃくまとまってるよ、目が三角形になって眩しい。あれ、向こうでカップルがイチャついてるな。違う、これはきっと結婚式の前撮り撮影だな。確かにこの中世の街で撮影したら絵になるよね。そうそう、あの世界ふれあい街歩きだったらきっとここになんだか厚かましく、こんにちは、どうですか、結婚した雰囲気はおめでとうございますなんてね、話しかけてくんですよね。あれやめろって俺言いたくなるんですけど、なんかまあ番組の構成上ね仕方ないなっていうところはありますけどね。まあ私もね、今ちょっとこのイタリア語を勉強してるんですけど、こういうシーンやったらね、わざと臭く言ってやろうかななんて思うんですけど、ちょっとどうかと思うよね、あのシーンは。めっちゃ来たな、めっちゃ来たな。何匹来てんのこれ、十何匹来てるよ。ここに来れば
ご飯が釣れると聞いたんですけど。鳥を取り放題です。トレードだけに、トレードもトレードも取り足りないってこと？おいしいね、おいしいでしょ？鳥さんたち。取れてる？取れてる。私は手に乗ってるかも。手に乗ってこないでしょ。あー、おばさん、今僕が鳥を今取ってるのに大丈夫、すぐ来るよ。あ、そう、この人たちはくれる人だって。手に乗せてみて。手には乗んねえだろ、これ。あれ、ワンちゃん水の中に入って、何してんの？あれ、水っていうなんか反対側のなんか見つけたみたい。あの鳥が目当てに。あ、鳥がいるんだ。ワンちゃん見つけて偉いじゃない。助けてあげようっていうことね。あの、この色をね、お姉さんがね、助けてあげたって話もありますけど、ね、あ、バシャバシャ。少年たちはなんかパスタがどうとかって言ってたけど、何騒いでんのかな。トレード大聖堂を後にしまして、冒険はまだまだ続きます。これから向かうところはちょっと眺望のいいところを探そうかなと思って、まもなく20時なんで、あとね、何時間だ、2時間ぐらい、1時間半ぐらいかすれば夕日が落ちるんですよ。で、夕日が落ちるポイントをちょっと押さえておきたいかなっていう感じします。で、このトレードの街は丸いこうね、島みたいになってるんで、どっかしらに夕日ポイントがあるんで、ちょっと夕日がどこに、そもそもね、だから、へら、いいよそんなの待って、だから太陽が今向こうに見えてるってことは、あのまま沈むから向こうに行けば、あの夕日が沈むところを、まあそうなんだよ、だからそれを探しつつ、でこのね、トレードの街自体が高い位置にあるから、まあ行けるんじゃないかなと思ったんですけど、じゃあそれでは続きをどうぞって、なんだこのかっこいいところは。さあどうぞ。ワンちゃん、ちゃん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 あ、アラブだな、これ。ほら。ほら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 。これ何様式って言うのかな？なんとか様式って言ったんだな。車来た。なんか見えてきたぞ。ああ、そうだ。ここいいな。夕日が沈むのが向こうだな。うわ、眩しい。ダメだ、眩しくてまだ見えねえ。しかも照りつけんな、太陽が。さすがもう赤道に近い。ちょっとダメだ、帽子かぶろ、かぶろ。え？帽子かぶろ。ちょっとまだダメだこれ。ちょっとスカーフ巻いてこれ。はい、ほら、なんか日が暑いもん、まだ
8時の日が暑いっちゃあんめえよって、あちちあ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 ちいいよあちいいよマジで。オッケー、じゃあ行くよ。いいね。